はい、今出ます。父さんが、なんでいないのか。なんだろうこれ。ちょっとごめん、もう少しかかるってば。たかのバッティングがうますぎるんだよ。お前、寝る前に腕立て伏せでもしてんじゃないのか。してるわよ。何よ、悪い？そうよ、よくわかってるじゃない。ああ、感謝してる。遠坂が何を企んでいたかは知らないけど、気を使ってくれたことは本当だろ。私は、わかってるって。お前も食いたかったんだろ。この癒やしんぼめ。違います、私が言いたかったの。代わりにそっちもよこせ。何勝手に。愛している。実は一目見た時からお前に惚れていた。はい、注目。白猫の顔が真っ赤になりましたね。見事、言葉ごときがあいつの意識に影響を与えました。言葉で世界に影響を与える、これが魔術の基本。ちょ、バカ、教科書投げんな。バカはあんたよ、このバカバカバカ。あいつ最近本当人気よね。何よ。先生がどんどん人気者になって寂しいんだね。何言ってるの、そんなわけ。力よ無に着せ。じゃ、そういうわけで。すっげーうまかったんだな。工夫はないが丁寧に作られていて、すっげーうまかった。てかお前、残飯とか言うなよ。作ってくれたやつに失礼じゃねえか。お前は俺以外の人間には優しいやつだったはずだ。分かってるわよ。もう早く行きなさいってば。白猫、お前もなかなかセンスいいじゃねえか。眼福眼福。そんなにジロジロ見ないでよ。この前死にかけた時、俺に白マギリバイバーをやってくれたのってお前だったんだってな。一応礼を言っておかないとな。サンキュー。あ、なんでそんな顔赤くなってんだ。私のシスティーナがあなたのような下品な男と。嘘じゃねえぜ。なんつったってこの可愛い白猫ちゃんは昨夜も俺のベッドで。次、ツンコ。漫画とかくだらないし、私はそんなの読まないし。じゃあデレコ。たっくんと漫画をきっかけにお話できるかもしれないし、絶対読む。って誰がデレコですか。一番エータに出れてるのはデデン、ツンデレコ。なんでですか。なんでこの私が起動くん中に。俺じゃねえって。これをきっかけにお話できるかもっていうのはなかなかポイント高い。意地らしい恋心が伝わってくるね。嘘嘘嘘嘘、絶対嘘です。私、たっ